お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原では別の動画でも取り扱いましたが、コバルオン、テラキオン、ビリジオンを持っている状態でカレーを作るとケルディオがゲットできるというのが話題になりましたよね。でこのことに関してあるコメントを視聴者さんからいただきました。そのケルディオを捕まえてからソニアの研究所に行くとどうやら何かが起こるらしいんです。この情報を聞いてから、ソニア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 としか言葉発なくなり眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はケルディオを捕まえてからソニアを訪ねるとどうなるのか検証していきたいと思います。はい、今ブラッシータウンに参りました。このね、全く季節感合ってないような感じの服装で参りましたが、今現在ですね、ポケモンのとこで見てみますと、まあ、こんな感じでね、ケルディオちゃんとございます。ちゃんと親一人でございまして、まあ、タイマーボールというね、やる気ない感じのちょっと怪しい薬っぽい名前のボールで捕まえましたと。で、捕まえた場所はボールレイクの湖畔っていう感じなんで、なのでちゃんとカレーケルディオですね、これは。ということで、この状態で、ポケモン研究所、ソニアのとこに行くとなんかあるらしいんで、まあ、こっちですよね。行ってみましょう。なんかあるのかな、入ってみましょう。レッツゴー。急に入ってく。ピンポンも押さず入ってく。お、いるね。いるね。なんか言うかな。はい、ニコニコしてます。あ、始まりましたね。始まりました。え、コバルオン、テラキオン、ビジリジオンの他に4匹目の伝説がいたの？ぐぬぬ、もうちょっと粘ってればよかった。なんだよ、ぬふん。どういうこと？さすがの一人だね。報告ありがとう。あ、これだけかい。これだけかい。まあでも一応あるんだ。もう一回話してみる？一人、冠雪原ではありがとうね。今論文にまとめてるんだ。書き換え、書きたいこといっぱいで困っちゃう。こいつは犬ヌワン。ということで検証結果、ケルディオを捕まえてからソニアを訪ねるとほんのりイベントがあるでした。まあ内容的に薄っぺらいというか、別に大したことないような、とにかくソニアが驚くっていうだけのイベントでしたが、まあこの辺りね、わざわざやる人もそんな多くはないと思うんで、まあ一応ね、今回検証させていただきましたと。まあソニアが好きな人はね、とりあえずやっといた方がいいんじゃないでしょうか。まあ私的にはソニアに苦しそうに「あいつ!」とか言ってるイベントが見てみたいですね。